ね、わかんない。いつも履いてないけど、やっぱり家だと履くっていうからさ、そこが難しいとこなんですけど。で、まあ、そうね、70ぐらいかな、はい、って感じがします。はい、で、うんちは今日はしませんでした。あ、そうですか。おしっこはいっぱいしました。はい、で体重がまあ、今朝はこうだもんね。で、一応110、はい、朝を増やしたかな。はい、夕方、あれ夕方って70？今日60だよね。夕方しないから60だ。頑張っちゃう。夕方は60g。だから朝を 5g だけね。はい。なんとか頑張って食べてくれました。あ、そうですか。あの、おだてるとね、なんか頑張って食べてくれるんだよね、あの子ね。はい、うん、なかなか。だから本当はまあ朝はたくさんして、帰る時はもっと少なくするの食べるかなって気もするんだけど、体重減っちゃってるからあんまり減らしてもなということで、うん、まあちょっとこんな感じにしましたけども、まあちょっと見てください。はい、でまああのそうね、ちょっとじゃあ連れてきてくれる？ねえ、ね、覗いてなさそうな気がするんだけどな。元気になってる感じがするんですけども、ふらつきも少なくなってきてますよね。はい、うん、ケンちゃん嬉しいね。ポケちゃん嬉しいね。ちょっともう一回顔見せてくれる？やめた。もうお母さんいるからさ。もうお母さんいるからもうやばいね。やばいことになっちゃってる。一応ね、吹いたんだけどさ、口、あ、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、カペカペになっちゃってるから。そうですね、すみません、はい、今日私もちょっとあの濡らして拭いたりしてるんですけど、なかなか洗うわけにいかないので。そうなんですよね。もう2つ、もう2つ、もうちょっと持ってる、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、大丈夫、大丈夫、ちゃんと噛めるから。ポキちゃん、チェーッとチェーッと。どうぞ舐めるじゃん。はい、もうね、お母さんがいいんだよね、それよりもね。わかるわ。お母さん大好きだからね。はい、じゃあ入れてきてください。でも、あの、はい、夕方のご飯の後は舐めたので、ちょっと、そうなんですか、うん、全然大丈夫なんですね。好きだよってお話ししてた。ね、だけど、うちだとなんでしょうね。甘い、いや、その吐くのもね、ちょっとね、気になるんですけどね。で、で最初の頃はペポってちょっとだったのが、昨日は結構な量が出て、だから飲んだ分だけ、でも流動食ではないんでしょ。そうなんです。だからの、はい、水だけなんですよ。うん、それも水もそんなに入れてないので、 100cc も入れずに、あの様子を見ながら、あの揚げといて30分経ったからちょっと揚げてみようかみたいな感じで、昨日は帰ってからしばらく自分で飲もうとしなかったんです、水も、はい、なので、あ、今日は落ち着いてるねって言ってたら、あれだったので、まあ、あの、あそこの健康チェックインしたら大体の時間ね、はい、入った、はい、まあ例えば、こんだけだったら、例えば 10cc ぐらいとかね、はいはい、こんなんだったら 50cc ぐらいとか、ね、大体の感じ、はい、と、あと、水っぽいとか、はい、ね、風量が、はい、そうそう、風量が出てるかとかね、はい、風量が出ちゃってるとちょっと困るんですけどね、はい、まあ、食べ物は出てないので、うん、まあ、消化されてるんだなと思うんですけど、うん、ね、うんちも、うんちもいい、ね、結構出てますもんね、しっかりしたのが。帰ってすぐに、あの、庭歩いて、うんちするので、うん、します。はい、分かりました。だから、はい、量はそこそこ入ってるんで、はい、今日もうんちすると思います。そうそうね、ここではしんかったんでね、はい、よく観察しててください。はい、わかりました。じゃあまた、あの、明日ね、大変ですけど、ちょっとまたしてください。はい。はい。